坂本洋平さん、こんにちは。昨日は、えー、高坂の農園を見学させていただきまして、どうもありがとうございました。そして、えーえー、坂本さんが今、えー、どんな思いで、 今のお仕事をされているのかあお、お、気持ちを教えていただきまして、えー、ありがとうございました、えー。坂本さんと、まあ、出会うきっかけとなった、三原市議会のお市民とのお対話おのお機会で、 お話をしましたが、私は食料は国防の基本であるというふうに考えております。また、国際情勢が不安定な中、多くのことを政府に期待するよりは、 地域で地域の生活を安定化させていくという視点は今後ますます日本だけではなく世界の多くの地域で必要になってくると私は考えております ロシアのウクライナ侵攻に、傭兵部隊が関わっていること。さらに、えー、兵器を製造している株式会社が存在し、えー、そこで製造されている兵器があ、アメリカからウクライナに供与されている事実。 この事実は、第二次世界大戦以降の世界の仕組みが変革期にあるというふうに、私には感じ取れます。 昨日お聞きした勇気の里構造をこれからより角度の高い活動、事業として展開していくことができるように社会開発の専門家として可能な範囲でご支援をさせていただきます。最後に 私が2021年に世界に向けて公表した人類の物語、昨日、坂本さんにもお伝えしましたが、海外からもアクセスをされている人類の物語。 を最後に、えー、お伝えをして、えー、このメッセージを終いたいと思います。物語バウチャーマネーお金の最終到達点人類の歴史は長年個人の物欲と支配欲によって駆動してきた。 戦争好きな王様から始まった人類の物欲と支配欲の時代は、王様に福利で軍資金を貸していた銀行家による貨幣制度により、戦争から経済に手段を変えて継続した。その現実が長い間多くの人に知られていなかったが、富の配分がうまく機能しないほどに金融システムが暴走し、 えついに一部の人たちに富が集中していることを世界中の人たちが知ることになった。えー、もともとこの金融システムの設立者たちには人類の人口問題を解決する使命感があった。民衆のパワーによってこの不安はすべて科学知識技術により解決して人類の物欲と支配欲の時代は終焉を迎えた。 この時代に対して奴隷制度人種差別戦争かっこ原爆や人工ウイルスに代表される大量殺戮兵器かっこ閉じる等の負の歴史に注目しがちになるが経済システムの発達により家と苦を継がない長径外の子どもが独立して生計を立てられるようになり 一人の労働者が株式制度により資本化となり多くの雇用を創出する役割を担えるようになった。また、戦争と道具化を機会に科学知識率が進歩した。次世代の人工知能が製品化され誰もが心の姿見と知の分身を持てるようになり、望む人には機械の従業員と家政婦を持てるようになった。 人類の物欲と支配役の時代が人類が利コと利他を同時に体現する時代に変化をしたきっかけは人類の管理通貨制度の思い込みを解いたことが起点。それまで理論として認知されていたモダンマネタリーセオリーは実は日本が長年実証していたことを2021年から2023年にかけて世界中の経済学者が認めたのだ。 自国通貨建て国債、変動相場制による管理通貨制度を適用できている国では、日常生活に必要な原材料を供給される限り、貨幣をいくら発行してもハイパーインフレにはならないことが明らかとなった。ここからすべての人が貯金をしなくても生きていける社会システムの構築が始まった。当時、派遣を争っていた 米国と中国は、実は、どちらも国際金融資本家がお金持ちに民衆の注意が集まらないように、日常的な不安をあおるカモフラージュであったことが明らかとなる。資本論の著者、カール・マルクスさんがロスチャイルドの家系である事実から紐解かれた。この少し前から、 大量生産、大量消費の経済が人類の生存を脅かすほど地球環境が破壊してしまったことを反省して SDGs が世界規模の運動となったこの運動が経済のオンデマンド生産シェアリングエコノミーリサイクルの大きな流れにつながった時代が移り変わる時2020年から2025年にかけて 人類の役割が日常の仕事から人類への貢献に総転移させていく活動が各国で展開された人類の貢献は人類の課題の解決1人口問題2疫病を含む自然災害3人類の物欲と支配欲この期間課題の1と2は情報の非対称性の解消工業化 セルフケア、リスクマネジメントを社会的共通資本として充実させて解決した。そして人類の物欲と支配欲をどのようにしてコントロールしていくのかが最終的な人類の課題であるとの認知が世界中に広がる。そして全ての人が幼児期に幸せの原点を持つことに地域の大人が貢献する社会、すなわち大人の時間で回る社会から 子供の時間で周り社会へと変貌を遂げた。そして自転車生活圏から世界の課題を解決し人類に貢献する人が世界各地に増えていった。この総定意には世界の富を集めた富裕層の自主的な寄付が貢献したことは今でも語り継がれている歴史的事実である。そして各国の民衆から幸せを搾取する手段であった。 利権、偽旗作戦、プロパガンダを駆使した戦争ビジネス、惑星ビジネス、環境ビジネスは姿を消した。バウチャーマネーは、その社会に参加する人は自由に貨幣を発行できる金融システム。誰から、誰に何の目的で貨幣が支払われたのか、すべてが公開されている。貨幣のやり取りは個人間で行うが、貨幣を発行する側は社会からの借り。 貨幣を受け取る側は社会への貸しとなる貢献者から社会へ社会から受益者へつまりこの社会に参加している人のトークンの収支を合わせると常にゼロ誰かの赤字は誰かの黒字赤字は誰かに貢献する喜びを提供する機会として認知されるようになった。 困っている人がいて、その人に貢献する人が現れて、貢献が終わったらお金が発生して支払われる仕組み。行いがないとお金は発行されない。この社会に参加できる人の条件が、リコとリタを同時に体現する意思決定だった。結果的に、このバーチャーマネーが世界中に広まり、人類がリコとリタを同時に体現する時代が形成された。 バウチャーマーネーの意味は、人類に貢献することを約束した人がもたらす価値を社会が享受するための概念。この社会の理念は、共生はしない、させない、過去は関係ない、永遠の今を生きる、永遠の今を作る、今幸せを感じて、次の幸せに向かう一緒にである。 まあそれでは、これからですね、4月のおーおー三原発グローバル産業みんなの社会開発の第3回目、坂本陽平さんの勇気の里構想まで打ち合わせを十分にして、 本番を迎えましょう。それでは、これにて、この動画は終わりにします。失礼いたします。